メ e s ドライアンドガリウム 3D、ハブディファレントドライバーモデルズ、ボースシェア、エーロットオブフリーオープン、ソースコードイラストレーションオブザリナックス、グラフィックススタックアンポッシブルエグザンプル、マトリックスウェンインプリメンティングザガリウム3、D ドライバーモデル、スルーザイントロダクションオブザガリウム3、D トラッカーインターフェースザガリウム 3D、WINSYS インターフェース、 オンリー18インステッドオブ36モジュールズアレ、リクワイアード、イーチウィンシスモデュールキャンワークウィズイチガリウム3、D デバイス、ドライバーモデュールアンドウィズイチステートトラッカーモデュール、ヌーボーは、XORG ファンデーションとフレ EDESKTOP.ORG のプロジェクトである。当初は、フリーで、オープンソースではあるが、ソースコードがややこしく 2D 機能のみの NV。 ドライバーに基づくものだった。現在は NVIDIA のプロプライエタリな Linux 用ドライバーをリバースエンジニアリングして NVIDIA のビデオカード用のフリーなドライバーを開発することを狙いとしている。XORG 用の他の 3D グラフィックスドライバーのように NUBO はモジュールとして実装され MIT ライセンスの下で配布されている。もともとは三次元コンピュータグラフィックスを レンダリングするためにグラフィックスプロセッシングユニットを使って 3D の描画を高速化するメッサ 3D のダイレクトレンダリングインフラストラクチャを使っていたが2008年2月にドライへの働きかけをやめて新しいガリウム 3D に移行したリバースエンジニアリングのためプロジェクトではミオトレースやレヌーボーのようないくつかの特別なツールを利用している 動作しているレヌーボーのスクリーンショットレヌーボーはほとんどのリバースエンジニアリングの作業を支えている。プロプライエタリな NVIDIA のドライバを持っているユーザーは NVIDIA カードのハードウェア情報を提供することでヌーボーの開発を助けることができる。これはコンピュータ上でレヌーボーを動作させることによって行われる。レヌーボーは現在のグラフィックカードのみをレジスタ空間をコピーし、 グラフィックの一部を描画しミオのもう一つのコピーを取り、違いをテキストファイルに出力することにより動作する。コンピュータのユーザーは、レムーボーで70強の異なるテストを走らせ、タール、ビジー2のアーカイブを作って、メールで送信する。自動的に送信したアーカイブは、プロジェクトの FTP サーバに送られ、開発者がそれを解析する。 レヌーボーは GPL のもとで配布されており、SDL のレンダリング技術をもとにしている。ありがとうございます。